ドジャース7月3日レーズ、23日、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平選手はサヨナラ満塁本塁打を放つなど、5打数2安打1本塁打1盗塁。日本人初の40対40の偉業を達成し、チームは6度目のサヨナラ勝ちで連勝を5に伸ばした。日本人初の40対40へ、第一関門を突破したのは4回だった。先頭で迎えた第打席で、 ボテボテの夕ロを放ったが快速を飛ばして内野安打に変えた。1死後、フリーマンの打席で完全に左腕のモーションを盗んでスタート。鮮やかに40投塁目となる2投を成功させた。ロバーツ監督はベンチで拍手し、相手遊撃手も祝福。球場全体がお祝いムードに包まれた。攻撃が終了すると記念の二塁ベースは交換され、 ベンチ裏で保管された。異行へ残すは40号となったが、5回の第3打席、7回の第4打席といずれも内野頃に倒れた大谷。ただ3対3の9回に絶好のチャンスが回ってきた。先頭のスミスが支球を受けて出塁。エドマンが仲間へのクリーンヒットで繋いだ。ロハスがきっちりと送りバントを決めて一死二三塁。 ここでラックスは一二塁前通列なゴロを放ったが、相手の攻守に阻まれた。ここでロバーツ監督は代打、マンシーを告げ、レイズは左腕のポシェにスイッチ。マンシーは子球を選び、西満塁で大谷が打席に入った。初球のスライダーを完璧に捉えて宇宙間席へ。初のサヨナラ満塁本塁打で終止符を打った。本拠地はスタンディングオベーションで祝福。 インタビューではロハスからウォーターシャワーを浴び、嬉しいですし、何より勝てたことがドジャースに来て一番の思い出になっています、と語った。40本目がサヨナラ弾となり、打席では何も考えず、一本打ちたい、勝ちたい。ホームに帰ってから気づきました、と振り返った。40対40に次ぐ目標は、ワールドシリーズに勝つこと。個人の数字は後からついてくると思います。 と力を込め、こういう場面でたくさんのドジャースファンの前で打ちたいと思っていたので、嬉しいと喜びをかみしめた。これでドジャースは5連勝。貯金を今季最多となる25とした。ナリーグ西地区で4ゲーム差の2位につけるダイヤモンドバックスがレッドソックスに対勝したため、ゲーム差を広げることはできなかったが、MLB 最多の77勝目と順調に白星を伸ばしている。